ヒデさんの動画です。いよいよ発売入荷いたしました、田島スリムセフホルダーということでね、ようやく現物を皆様に見せながらご説明ができるという形になりましたので、本日もゆっくりお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今までのセフユーザーを裏切ることなく、新製品をぶち込んできた田島様でございますけれども、今までの、セフのこのホルダーっていうのが幅51ミリでございました。まあ、それがなんと、31ミリということで、まあ、約 60% の横幅になって腰回りを軽くできるということですね。私2ヶ月前の動画でですね、まあ、ちょっとチラシを見せながらとかっていう感じなんですけれども、まあ、詳しくというか長ったらしく喋ってますんで、今日の動画、まあ、なるべく重複しないようなね、重複しないようにね、おしゃべりさせていただきますので、まあ、前の動画見てない方はちょっと見ていただいてからね、まあ、ちょっとこっちの動画飛んできていただけると、まあ、より分かりやすいんじゃないかなと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、じゃあすでにですね、腰回りをセフホルダーでギュウギュウにしてる方、まあ、ちょっとね、一部ではこうなってる、まあ、もしくは今こいつを操作するんですけれども、まあ、他のものがね、ここにあるという想定です。なった時に、じゃあ解除しようぜ。ね、この隣のがここにいるもんだから解除できねえ。こういう場面、ございませんでしょうか。新しい、スリムセフですと、トップですね、ここが解除ボタンになりましたので、ちょっとね、コンベックスをここにつけるってパターンはあんまないんだけど、まあ、コンベックスだろうがなんだろうがトップボタンで、隣に干渉することなく、解除できるというのが特徴となっております。はい、じゃあ今日の動画メイン商材からいきましょう。まず4タイプございまして、スリムセフのですね、まず金属のクリップ式と呼ばれる新しい、固定方法のやつなんですけど、ここはですね、こうクリップ式になってて、ベルトを入れたらパチンで開かなくなるよ、まあ、こういった構造ですね。なのでベルトに挟んで、まあ、ちょっと 裏から見せましょうか、はい、ベルトを挟んでパチン、これで外れなくなるよという感じですね。横スライドはします。まあ、気軽につけて、まあ、気軽に外そうぜみたいなところがありますので、特に、まあ、この辺に、ね、ギザギザは、ついてない、作りとなっております。はい、クリップ式なんで面白い使い方ができまして、まあ、お尻がいいのかな、まあ、こういったところにこうやって、まあ、ロックはできないんで、まあ、ちょっとまたコンベックスを持ってきちゃったんですけど、まあ、これを、まあ、こうやって外すんだったらいいんですよね、はい、こういう使い方できます。ただこのまま引っ張っちゃうとスポンと、抜けますんで、まあ、この辺注意しながら、ポケットのこういう縁だとか、あとは腰袋ですね、腰袋の縁のところにこうやって差し込んで、そこにセフホルダーを、つけることができるという面白い使い方がございます。で今までのセフホルダーっていうのが、まあ、こういった形状になってるんですけれども、なんか、ね、この部分が、まあ、ちょうど、ね、もものあたりに当たるんですかね、しゃがんだ時とかによくこの肉を、ね、挟むんだよとかっていう声があって、まあ、この新型からこう、ブラブラタイプの、落下防止をつけられるような、形となりました。質量が 123g から 80g と、まあ、約 60% の軽さになったよっていうんで、まずこれが金属タイプで、こちらが、今の樹脂タイプですね、この辺の作りっていうのは一緒、はい、樹脂タイプっていうのがあります。こちらはですね、54g と、さらに軽量になっています。はい、じゃ続きまして、金属の、ネジ式タイプという、ちょっとこう構造がね、しっかりしたような作りなんですけれども、これはですね、お尻のネジをこう外してやってください。ネジがギザギザしているんで、手でも外すことができるんですけど、しっかりギューって、締められるように、プラスのネジを新しくね、採用してます。はい、じゃあこのネジを取っていただいたら、あとはこうパカーンと、開くんで、もうお分かりですね。まあ、こうやって、挟んでいただいて、お尻からネジで、しっかりと留めていただくという形です。やっぱ硬いんで最後ドライバーでギュッて締めた方がしっかりつけられると、こちらのタイプはもうしっかりつけて、まあ、気軽に、これごと外そうぜっていうような仕組みではありませんので、まあ、さっきここ、ギザギザがついておりましたけれども、まあ、思いっきりやればね、こうやって動かすことはできるんですけど、基本的にはあんまり動かすような、動かないような、製品となってます。多少力入れれば動くかなっていう感じですね。
で最後はそれの樹脂タイプってことで、こっちはまあまあよくあるこの樹脂のロックタイプっていうんでもう分かりますね。はい、で、まあこう当てていただいて、そしてうんぐっと今簡単に入ったの分かりました。以前のものここがすげえ硬いじゃんとかっていう声があって、ここ若干柔らかくなってます。でこのパーツ外れるんですけど、こっちをつければ、しっかり固定できるし、これを外した状態でつければ、まあ、結構ねフリーで動かせるみたいな、まあ、そういった作りになってます。お好きなね、取り付け方法を選んでみてください。はい、そしてですね、このクリップ式っていうのが、非常に有能ですので、じゃあこれを、通常タイプにも採用しようぜっていうんで、通常幅タイプも、まさかの、クリップ式が発売するという形になってます。これはどちらもやはり、動かせるようになってますんで、まあ、この辺が、ギザギザとかついてませんので、はめた後ですねで動かせるような作りになってますね。そして、今までのクリップ式とかとはまた別のもの、まあ、これはね待望の方がいたんじゃないでしょうか。はい、通常のセフの金属タイプの左手版、はい、まあ、左手版というか、まあ、左側用っていうんですかねが出ました。まあ、これはネジ式ロックのタイプなんですけれども、まあ、今まで右しかなかったんで、まあ、待望の左版が出たんで、まあ、これもぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、ここまで OK でしょうか。はい、ついてこれてますかね。はい、というわけで、まあ、今スリムセフの話だっていうんで、まあ、今スリムセフを、焦点当てさせていただいたんですけれども、まあ、正直このホルダーだけスリムにしてもしょうがないですね。まあ、さっきも言いましたけれども、こういった、スケールなんかがついた場合、いくらスリムセフにしたって取り付けてるものの幅がね、広いんで、まあ、これは結局意味がない。意味がないとは言わないんですけどね、これだけ出してもしょうがないということで、はい、というわけでこちら、セフ工具ホルダーのスリムタイプ、あ、この角度じゃ分かるんですね、スリムタイプということで、この幅が狭いものが一気にこれだけ発売したという形ですね。今までの工具ホルダーっていうのはこの幅だったんですけれども、こんなに狭くなりました。一番下がアルミのタイプっていうんで、カラビナの S、L、あとは、L ですね、L タイプの、ここがこう折りたたみできるタイプ、こっちは固定です、動かない。と、J 型フックの折りたたみができるやつってことで、一番下がアルミ、でそれの、ステンレス、ここはね、価格一緒なんですよ。で、ちょっとお安くした、スチールタイプってことで、ブラックのスチールモデル、全部で12種類が、幅狭で発売したと。はい、そしてですね、田島さんの中でこれが一番人気らしい、グラスファイバー樹脂、超軽量工具ホルダーということで、ね、墜落制止用器具、まあ、いわゆる安全帯ですね、安全帯のフックとかを、まあ、かけておくのに皆さん重宝しているってことで、まあ、これもこのね、幅狭のタイプが発売、45g 軽っ、はい、ということで、まあ、12種類、まあ、プラス1っていうかね、はい、13種類、ラインナップが増えたという形になります。で、注意点と売り文句っていうのをね、私ちょっと同時にご紹介させていただこうかしら。これが今までの、まあ、セフの着脱式の工具ホルダーと呼ばれるやつで、まあ、カチンとつけました。で、まあ、解除して、まあ、こういう状態なんですけれども、まあ、このオスと呼ばれる部分が、まあ、非常にね面積が大きいんで、こうつけた時に非常にこのカタカタしないっていうんですか、まあ、カタカタしてないんで分かりますね、まあ、この安定性がまあ非常に売りとなっていたんですけれども、じゃあ、まあ今回このスリムタイプ出たぜっていうんで、まあ、このじゃあスリムタイプにこの幅広つける意味がないからつける人いないと思うんですけど、一応こう刺さるんですよ。刺さるんだけど、こうカチってロックされてないんで抜けちゃうんですね、こうやって。なので、この今までのセフ工具ホルダーにスリムのこっちをこうつけるっていうのは一応ねメーカーさん NG としてますんで、ここをお気をつけください。で今のが注意点。じゃあ、売り文句の方いきます。じゃあ、
スリムのセフに対して、はい、こっち非常にこう小さくなったんですね。ってなると、じゃあここで、カタカタする問題があるんですけれども、これカタカタしないんですよ。しないっていうとそうなるんですけど、カタカタしづらい作りになってまして、これですね、はい、ここに秘密ありでございます。非常にね、固めのこう板羽が入ってて、これがここに入れた時にギューってこう中で広がってるんで、反発してるんで、この肩つきが非常に少ないという作りになってます。まあ、開発の方がね、まあ、結構いろんなところをこうアンテナ張ってるんですけれども、やっぱセフっていう製品っていうのはこの着脱のしやすさっていうところが特徴じゃないですか。なのに、じゃあこの、まあ、カタカタさせないっていうところは非常に重きを置いてたんですけれども、板バネが強すぎちゃって、この着脱がしにくいって言われるかもってドキドキしておりましたが、今私現物触ってみて全然ですね。これのどこが硬いって言ってるんですかってぐらい、むちゃくちゃスムーズ、むちゃくちゃいいです。だからこのね、カタカタ感を、まあ、非常にね、小さくしたっていうのは、まあ、高級感にもつながっていいなって思いました。はい、じゃあラストはこちら。ちょっとね、今ね、本当に今全部見せたかったんですけど、運送の関係で今ね、たまたま荷物が遅れるっていうんで、ちょっと僕のね、編集の都合で資料だけで申し訳ない、もう強行突破します。セフオンセフというちょっとね、新しい製品なんですけれども、安全ロープが仕込んである、まあ、セフ工具ホルダーですか、なんですけれども、まあ、今既存のもの、こういったものがあって、まあ、セフホルダーになってますよね。でここにロープが仕込んであるんで、まあ、じゃあ例えばこういうカラビナみたいなものをこうつけておきますと、はい、じゃあラチェットとか何でもいいんですけど、こう引っ掛けておきますよね。でラチェットをガチャンって外した時にうっかり落としちゃいけないからっていうんで、これ落下防止のケーブルっていうのをそのラチェットにじゃあ結んでおきます。この結んだ中でラチェットをまあカチャン仕事するなりまた戻すなり、うっかり落としてもワイヤーが伸びるから大丈夫、まあ、そういった作りなんですけれども、このセフの工具ホルダーっていうのは着脱が便利、じゃあ今のこのラチェット使う仕事が終わったぜって言って、じゃあ別の工具刺してまた仕事に行けるよっていうのが売りなのに、このカラビナが、ね、ガチャガチャ外せる、まあ、まあいいでしょう、外せるからいいですよ、いいんだけど、今、まあ、ちょっと、ね、このラチェットがついてないから分かんないと思うんですけど、もう一回ここのラチェットをくっと外さないとこの状態まで持ってこれないじゃないですか。このままだと要は手軽さがないんですね。外して外さないといけない、2回外さないといけない。なんですけれども、はい、じゃあこちらですね、セフオンセフということで、は今のこの状態のここもセフのオスになってるんで、このままセフの上にもう一回ガチャンってつけると。そうですね、セフホルダーセフホルダーみたいなね、セフオンセフでございますよ。こうすることによって、じゃあラチェットの仕事終わったよねって言ったら、これごとガチャコーンって外して別のものをつければいいと。はい、というわけでね、まあ、そういった作りになってますんで、じゃあ腰からこれをガチャンって外したら、まあ、これをね、まあ、ここの胸についてます、はい、ガチャンってつけてもいいし、はい、まあ、そういった動きができるという形になってます。素晴らしいですね。はい、でこのセフ安全ロープの、このワイヤーのタイプっていうの と、全部樹脂になった、ロープタイプっていうね、これもね、2種類、発売して、まあ、もうちょっとで届くんでね、まあ、オンラインストアには並んでますんでよろしくお願いします。はい、というわけでですね、ここまで長々と動画に付き合っていただいてありがとうございます。かなりの、数をね、弊社ではご用意させていただきました。ちょっとね、動画前回のやつ5万再生ありがとうございます。ちょっと僕の動画の中で5万再生っていうのはかなり、多い方でございます。まあ、ちょっとねなくなっちゃったら非常にごめんなさいなんですけれども、ただかなり余裕があるぐらい、今オンラインストアにぶち込んでございますので、この動画の公開から1週間、7月13日までですね、13日まで、ちょっとね、もういきなりなんですけど、もうセールやっちゃおうかなと、もう発売記念セールでございますよ。まあ、ぜひともね、弊社でご注文いただきたいなというところがありますので、もういきなりセール組んでますので、ぜひね、下記概要欄からオンラインストア飛んでいただけましたら、まあ、ちょっとセール組んでますから、クリックしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで以上、フィデッサの動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。